深夜聞いてくれ。嫌だ。あお、嫌だじゃなくて。はいどうも、畑キャンプです。お久しぶりでございます。期間をちょっと空けまして、今年の夏すごく暑かったというのもあって、あと僕が虫嫌いというのもあって、ちょっとキャンプをお休みしておりました。で、まあお仕事もちょっと忙しかったというのもあって、まあ今久々にね、半年？僕個人だったら半年ぶりぐらいなんですけれども、まあそれまでにね、ちょっとデイキャンプみたいなことはしてたんですけれども、ちょっと久々に今回、このようなキャンプの形を撮らせていただいております。ですね、僕ここしかいませんけど、まあこうやってまあ辺り埋めたしたら、まあまあいつものメンバーがこうやっていますけどね。後ろにもよいしょ。あー飲んでるね。うん、あーうまそうだてな感じでまたソログルキャン今やっております。で今回はねこちら、もうずっとやろうかやる前かちょっと考えてたんですけれども、まあハーフピラミッド今回ちょっとチャレンジしましたので、まあそれの映像と、まあちょっとね秋ということでキノコのまあ鍋なども楽しみながらキャンプをさせていきたいと思います。それではどうぞ。で信じそこね、そこないね。ああ、夫婦キャンプの場所。でもええよね。平屋家、まあ、これそこかな。この辺かな。モックじゃないよ。俺はターパーだから。あそうか。何疑ったような、そんな疑ったような目で、なんでこっちを見るの。ターパー。よくは見るけど、よくは見ない。多分。今俺の下あたりにキャンプで使っている宿泊形式なんか相対図みたいなやつが出てきそうだよ。おい、やめろ。やめろっつってんでしょ。だいぶ武骨にやってんでしょ。深夜聞いてくれ。嫌だ。あお、嫌だじゃなくて。なんだい。コーヒーを忘れちゃった。え、聞くだけ。俺も忘れてる。
くっそー、今思い出した。ザックに入れてたやつ、カビ生えてた。君がなんか忘れるってことは、つまり今日はいいキャンプできそうだね。それはだってあなた自由に俺たちをいじってりゃいいんだもん。それはそうでしょうよ。もういらない、もういらない。君もういらないから、もういらないから。喜んで。いらないっつってる。箱ってどうすんの？ファイヤーリフレクター今いらないから。天井ぐらいまで登り詰める。いやいやいや。いや、米は炊かない。うん。炊かない。鍋。何？鍋ってあるの？おかず的なところ。うん。神経はわかる。酒飲む。うん。ご飯。うん。ご飯なかったら主食のものあったもんね。うん。もうなんだろう。主食がさ、ある意味芋、もうしかも先に食べちゃうから、うん、お腹いっぱいになっちゃうからさ、鍋食べたいし、その後ラーメン食いたいってなったら、やっぱね、芋っていう。いやいやいや、もうお腹いっぱいになるのはもう確定だからさ、だったら先にもう芋食べて。ダッチオーブおかわりとかって聞いたことないと思うよ。多分リスナーの皆さんも多分聞いたことないと思うよ。そうだね。うん。いや、あれは振る舞いたかったから多くこう作ったじゃん。でも、振る舞いたくないっていうか、意見があったら、中を全部やっぱ食べてるから。あーい。食べちゃうね。ちっちゃいけど、うん、ホクホクだ。晩ご飯作っていこうか。若鶏手羽元、えのきだっけ、油揚げ、お豆腐、半丁、しいたけ2割引き、しめじ、なんか鍋の素みたいなものをちょっと考えたんですけど、今回はもうこのもう丸太の棒ラーメンのこのねスープの素、これを使ってもう鍋そのまま作ろうかと思います。まあ、いろいろと出汁が出るんでね、最後の締めのラーメンとかも美味しくいただけるんじゃないかと思っております。
半分ぐらいしか入らないからね。それこっと。新種はね、割と量があるんだよな。よいしょ。マルタイスープのね、これを入れていこうか。すっげえいい匂いする。もう一回か。なんちゃってキノコ鍋完成。これがあったの。